はい、えー、今回はですね NHK から国民を守る党に入られました丸山穂高さんのこうねお言葉からいろいろと考えてみたいと思います丸山穂高さんを失ったのは維新のの会にしてみたたらもすすごく大きなダメージだったと思いますよそしてその丸山穂高さんを、まあ、あの迎え入れたね N 国党っていうのはやっぱり賢いなと思います この丸山穂高さんって、ついついね、NHK から国民を守るとにいることを忘れるぐらい単独活動していて、YouTube ライブとかもね、結構してらっしゃるんですけども、いや、本当に面白いのはね、国会議員の中の、本当にね、国民が知りたいこととか、怒らなくちゃいけないことを、どん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 暴露してくれるんですよ。 例えばこんな状況でも300万ボーナス出ましたよ。ウェーイってやったりね。で、300万のうち半分くらいは課税されるらしいんで、残りが150万くらいらしいんですよ。で、その150万を困ってる飲食店のところに使いに行こうかなみたいな感じで、もう全部使うそうなんですよね。まあこういう風なね、この方はちょっと思い切りのいいことと、あと、ボーナスがいくら、どのくらい控除されるのかとかね、<laughs> いろいろ教えてくれるんで、あ、他の国会議員もそうなのかっていうふうにね、結局、なんかその、いわゆる風刺的にね、 自分の体を使って国会議員をいわゆるね、ちょっとこう、えー、揶揄してると言いますかね、えー、まあ、なんかちょっと、まあ、馬鹿にしてるというかね、その辺がちょっとユーモラスだなと思います。今回はですね、川柳ですね、記事を読んでみましょう。丸山穂高さんが27日ツイッター更新、その日発表されたサラリーマン川柳を 秀日で毎年結構楽しみとした上で自分も国会や議員をネタにした句を投稿したということで、これがね、ほんと賢いなと思うところなんですよ。サラリーマン川柳ってのは本当私も好きでよく見るんですけども、今回はね、丸山穂高さんが現状の国会とかをね、風刺した、そんな形で書いてくれてるんですよね。こんな感じです。8時まで、のたまう議員も8時超えって言われるんですよね。確かにね、 あの8時以降の不要不急の外出を控えてくださいよっていうふうな国会議員の皆さん8時過ぎてもね国会議事堂にいるでしょね何やってんだって話ですよねで同じところで密ダメと密な議席で唾飛ばすって感じで結局これも3密を避けてくださいって言って一番3密やってるのは多分国会なんですよで,で激論してねアクリル板があるとは言っても非常に危険な状態ですよねあれでしかも高齢者が多いわけですよ 本当バカバカしいなと思いますよね <laughs>。はい。えっ、ー、と、国会川柳ボツワはこのような感じだとしたということでね、この辺にもセンスが感じられます。なんというか、国会の対応すら、対策すら違うでという丸山の詩の作品には、辛口、面白いなどの声が上がっているということで、私もそう思います。で、丸山穂高さんは他にも、議員への、賞与は出せても10万出せぬ。要するに、議員へね、 えー、省与これで、ね、自民党議員に200万円ずつコロナああなんですかねコロナ費用とかなんかで出したんでしょコロナお見舞いかなんかですごいですよね、あのー、自民党の国会議員さんは1人200万もらって、えー、まあ余裕で暮らしてるわけなんですよでも国民には10万出せないって言ってるわけですよね <laughs> じゃあその200万どっから出たのって国債切ったんでしょでも将来制代に付けを回すんですかっていうのはこっちには使わないんですよ で、国民が10万円もらおうとしたら、将来世代のつけ回すつもりかっていうわけですよね。いや、お前らがつけだよって。<laughs> お前らが将来へのつけになってるんだよって。<laughs> 存在が。<laughs> ということかなと思いますよね。次。自粛せよ。お願い議員が銀座のみということで、これありましたね。公明党さんがっかりですよ。公明党さんがこんなことしてるわけですから。あのね、やっぱり自民党さんに食ってかかっていただけるのが、 身内に入っている連立組んでる公明党さんだと思いました。総科学会っていうね、そういった柱もありますからね。でもね、総科学会まとめて、もう公明党は最悪ですね。公明党は早く亡くなった方がいいですよ。本当に。これ公明党支持してる方にも、私はっきり言いますけども、それからね、総学会に関わってる方も、公明党こんな形で野放ししていいんですかと。もうインチキ政党です、あんなところ。自民党のように悪にもなりきれないし、善意を振りかざして、 国民の声を聞かかないとそれでで銀座にのみ行ってるわけですからもうどうするつもりなんですかねあの公明党には私ねこの前公明党さんにはあの非常にいい方もいるんだなと思いましたけどもでもそういういい方がいるがゆえにですね公明党全部を許す気にはもうなりませんねもう最悪政党公明党っていうふうにね繰り返しこれからも言わせていただきます公明党は自民党に劣りますようん本当はね今まではね公明党さんは公明党だけでももう与党が取れる力があるって私は思ってたんですけど買いかぶりですね あの、自民党の陰に隠れて、こそこそやるからこそ公明党なんですよ。こそこそ党ですね、もうね。本当ね、腹立たしい。この銀座飲み。飲んどけ、もうずっと。あ <laughs> ね。ずっと飲んでてくさいよ、も本当ね。<laughs> え、国民の総意、大賞、受賞ということですね。えー、才能あり、座布団10枚などのコメントが寄せられましたということでございます。ちょっとね、私もね、言葉が過ぎたところがありますけども、素直に思った通りでございます。公明党さんね、情けないですよ。で、公明党さんを、 支持するような、そんなね、あの選挙の時は公明党お願いしますっていうような総合会の方、もう二度と言ってこないでください。あの、こんな公明党に銀座がぶ飲みでしょうん、だからもう、進めてくるたびに、あ銀座がぶ飲みをするような政党には、もうね、一秒たりとも時間使わないんで、あなたとも話をしませんって私で言いますからね。だから選挙を進めてこないでください。よろしいですかね。はい、以上でございます。な半分ね、私の怒りをね、 晒しししたたたようななな感じににりましたけども丸山ほどかささんのの賢さがねこのぼーっとと顔に出てるかなと思いますいや、でも本当にね、公明党さんに私ね、ものすごく信頼と期待を寄せていただけに、本当にがっかりですよ。今回みたいなこと。たった一人のからずりな行動が、全部を台無しにするってことを、まあ、公明党というね、党を背負ってるからこそ、考えてほしいなと思いますし、まあ今から考えてももうね、二度と私はね、公明党に対して好意的な、 考えをすることはないと思いますけどね。もう終わりです。コメントさん、さよなら。それでは以上です。